地方独立行政法人北海道立総合研究機構は北海道が設立した地方独立行政法人である。北海道札幌市北区北19条西11丁目法人全体に関係する事務は下記の理事ながら役員の下、経営企画部、研究企画部、連携推進部と理事長室の3部一室で行われる。中央農業試験場に本部を置き、 農業と畜産に関する試験場で北海道の各地域に適した作物や栽培技術の開発、家畜の育成や使用技術の開発、食の安全やバイオテクノロジーに関わる研究などを行っている。中央水産試験場に本部を置き、水産試験場で資源管理型漁業や栽培漁業の推進、安全、 安心な水産物の供給と高度利用の推進、また、北海道の健全な水域生態系、生物多様性の保全のための調査、研究、技術開発、並びに普及、指導を行っている。林業試験場に本部を置き、地域の特性に応じた森林づくりや緑環境の充実、林業の健全な発展や森林資源の循環利用の推進、 木材関連産業の振興を図るための技術開発を行っている。また、得られた成果をもとに、行政機関、森林所有者、企業等に対し普及や技術支援を行っている。工業試験場に本部を置き、大学や国の研究機関等との連携を強化し、工業技術や食品加工に関する研究開発を実施するとともに、その成果を技術相談や、 派遣指導などの技術支援によって、道内企業の事業化、実用化を支援する。環境科学研究センターに本部を置き、地域環境の保全や地球環境問題、生物多様性の保全、地震、火山等の自然災害の防止、地下資源開発などに関する調査、研究を行っている。北方建築総合研究所に本部を置き、 環境負荷の低減や快適な住環境の創出に関する研究開発など、持続可能な建築やまちづくりに関する試験、研究、住宅、建築関連産業に対する技術支援を行っている。ありがとうございます。